おっす、自由軍団のヘイボーンです。今回4本目の動画で、ここで撮る最後の動画です。もう2時回ってます。眠くなってきました。最後気合入れていきます。今日の動画は、未来の自由軍団に手紙を書いてみた。今回、自由軍団に対して手紙を書いてます。自由軍団集まって、で、100万人、登録者数100万人いったら、この手紙を、開けようかと思います。で、今回の動画では手紙書くんですけど、僕はちょっとこの本、遺書、松本人志さんの遺書を読んで感じたのが、当時40歳、なんですけど、松本さんがその時に書いてることは結構過激な言葉で、その時思ってることをしっかり形にしてるっていう本で、すごく面白かったんで、僕もこの動画を撮ろうと思いました。今は僕が言ってることは間違ってることが多いかもしれないです。ただ25歳の平凡が思ったことは、これが真実なんで、ありのままやって、ありのままの。で、この動画、これをですね、100万人いった際に、こちら、おめでとうということで、先に書いておきます。おめでとう。これは、保管しておきます。で、手紙書いたんで、ちょっと歌も歌おうかと思います。手紙、だいぶ前、10年ぐらい前ですかね、アンジェラ・アキさんの、15歳の自分が将来の自分へ手紙書くっていう歌を使わせていただいて、25歳の僕から、平凡から、将来の自由軍団に歌を歌います。それでは聴いてください。平凡で手紙。トゥルルトゥルルルルトゥルルルトゥルルルル、拝啓この歌聞いている平凡は、ちゃうの、やり直します。ちょっと音痴なんですけど、言わないでください。じゃあ歌います。歌います。トゥルルトゥルルルトゥルルルルトゥルルルル、拝啓この歌聞いている自由軍団は、どこで何をしているのだろう。25の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです、あるのです。荒れた青春の海は厳しいけれど、明日の岸辺と夢の船を包め、今泣きそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は、誰の言葉を信じ歩けばいいの。いつの時代も悲しみを避けては通れないけれど、苦しい中で今を生きてゆこう、今を生きてゆこう。トゥルルトゥルルルトゥルルルルトゥルルトゥルトゥルルトゥルルルルトゥルルトゥルルルル、拝啓この手紙読んでいるあなたは、
どこで何をしているのだろう。25の僕には誰にも話せない。新潟の人嫌がるやろな。今からどこまで俳優がついてるかですね、 YouTuber として。終わりました。ああ、すっきりしました。ああ、年がね、みんな。泣ける。受け止められへん。面白いですね、人生。何があるかわかんないです。何があるかわかんないです。最高っす。これはマジで笑えへんな。ちょっとこれはマジ笑えへんすわ。これ整えようと思ってやってたらこれ外れてて笑えへん、ほんまに。笑えへんな。おっす、従軍団のヘイボンです。仮眠取りました。昨日は最後アクシデントとかもあったんですけど、なんとか4本取ることができました。すごく、恥ずかしい思いはあります。ただ、ガンガン成長していきたいと思います。この動画見て、感じたら、チャンネル登録、何か思ったらコメント、何も思わなくても拡散、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。